皆さん元気？私はミスター Z です。どうぞよろしくお願いします。前回は日本語のレッスンを教えていました。覚えていますか？ですから今回は英語のレッスンを教えます。全部の日本人の学生、今から注目してください。みんなで新しい文を習いましょう。覚悟してるんですか？じゃあ始めましょう。何かより前に再生感をもらいたいでしょ。例えばはロンドンにはデパートに入った場合で案内書がもらいたい。英語で聞くのは難しいと思うかもしれないでしょ。しかしそんなことないよ。そんなことないんだよね。我々は日本語でこの案内書をもらってもいいですか？英語で May I receive this guidebook, this guide pamphlet, please? Don't forget that the please because it makes it more formal. もう一回。日本語でこの案内書をもらってもいいですか？英語で May I receive this pamphlet, this guidebook? ですから、みなさん、聞いてください。よく聞いてください。じゃあもう一回日本語でこの案内書をもらってもいいですか？英語で May I receive this information book? This guidebook? 本当に簡単でしょう。じゃあ行ってみてください。これで終わりましょう。皆さん頑張りました。今から頑張ってください。じゃあまた来週ね。じゃあね。さようなら。さようなら。じゃあね。さようなら。